皆さんこんにちは。シニアのためのギター講座、ギターで歌おうチャンネルです。今日はですね、夏の定番、思い出の渚、ザ・ワイルドワンズのデビューシングルですね、これに挑戦したいと思います。それではまた私が1番をですね弾いた後、解説させてください。ということで、1番をですね、でした。これはオリジナルはいいですね、いいの曲ですが、D で弾いて、ちょっと D まで下げちゃうとですね、低いんで、私の場合、ワンカポに、しました。ということで、これでですね、練習したいと思います。まあ、本当、ジャンジャガンジャガで。B7 のですね、B7 で B♭7 で A7
一番ちょっと抑えるのが難しいっていうことで言えば、忘れはしないってところですね。B7、Bb7、A7 っていうこの下がるか、それか普通通りに B7 ですね。ぜひご視聴よろしくお願いします。本日はありがとうございました。